のプロデューサーが何かをなくしました。何をなくしましたか。横尾さんのエミールを失くしてしまいましたね。怖いっすね、結構。怖いっす。めっちゃ怖いっすよ。何をつけてんの。これいっときますか。いや、2つ、これも買います。じゃあ、両方いっときます。強い個性があるということなので、本来ならこの4人はこう混ざり合うことが難しいことを、なんとか先入観では思うことなんですよ。まあ、ところがそのプロデューサー、僕の尊敬するプロデューサーオバマさんが、いや、この劇役は劇役、つまりその爆発しない混ざるって信じたんですよ。ソーセージ&ソーセージ、すごいよ、近いよ。
どうやって書いてるあ、そうですね、恥ずかしかったです。あ、これ持って帰ろう。ラーメンがいい。チャーシューポークラーメン。チャーシューポークラーメン。あれが一番安全な香りがするんで、あれで。チャーシューポークラーメン。買いました。はい。何ラーメンですか？これはチャーシュー麺。チャーシュー麺。じゃあ食リポお願いします。はい、いただきます。すごい興奮してます。興奮してる。え、ああ、エドワードポーズ買ったの すごいね。Maybe your head is my head. I lost my head. I know.ここが本当老舗のギターショップでして、スラッシュもある。え、あ、スラッシュ。あ、ほんと。スティーブ・マイもある。スティーブ・マイ、あ、全然こういる。スティーブ・マイ、G ページ出ますよ。気に入っておくと、これからする話はあんまり気持ちのいい話じゃない。ヒーローも出てこないし、ラブロマンスもない。
友情物語でもまして感動的な話なんかでもない。本当に本当にくだらない話だ。だからせめて笑い飛ばしてほしい。そんな話はありえないって否定してほしい。あなたは選ばれました。あの日神様になった俺の最低で最悪でどこまでも救えない胸クソの悪い奇跡の話。なんなんだよ神様って。